今日は僕のカバンの中身を紹介します。すみません、じゃあ本日ちょっとよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介の方お願いしていいですか。はい、辻夏樹と申しまして、はい、今27歳で、飲食業をメインに展開してまして、大阪で今5店舗で、石垣島の方で1店舗やってて、で今後メインはバーとか C 社なんですけど、今後、食事業態の方で、今そもそもビストロの店舗もやってるんですけど、はい、立ち飲みであったりとか焼き鳥焼き肉みたいなのを今後展開していきたいなと思っております。27歳で結構店舗を出されてると思うんですけど、なんかいつ頃から本経営っていうのは、飲食の経営自体は、2年半前ぐらいに、はいはい、始めまして、僕もともと大学卒業後、普通に会社員、はい、リクルートで勤めてまして、で、そこから独立してはちょうど今1年半ぐらいでやってまして、副業時リクルート副業 OK だったんで、はい、その時に兼業で3店舗経営してたっていう形です。あ、はい、なるほどなるほど。でしたらまあそんなスピード感持ってこう授業展開されてる方なんで、多分こうめっちゃしんどかった時期もあれば、逆にこう良かったタイミングもあると思うんで、はい、ちょっとカバンの中身ご紹介していただきながら、ちょっと後でそういうところもインタビューできればなと思いますので、はい、本日よろしくお願いします。お願いします。カバンの中身紹介します。はい、じゃあ、カバン自体のご紹介をお願いしていいですか。はい、カバンはですね、僕が、独立するタイミングですね、サラリーマン辞めた約だから1年半前ぐらいに、はい、その時お世話になった外資の生命保険の先輩からプレゼントでいただいたっていうものになってます。はい、うんうん、で1年半ぐらい前からもうずっと使われてるっていう。そうですね、結構容量もあるんで、どこ行くのにも便利なんで、うんうん、ずっと使ってますね。このカバンのなんか気に入ってるポイントとかってありますか。カバンは、まあ、収納の多さですね。じゃポケットも見てもらったら分かると思うんですけど、1、2、3、4、5、6入るんで、なんかまあ用途別に使えるのが結構いいなっていうのは、うんうん、大きいもの小さいもの結構あったりするんで。じゃこのカバンってまあプレゼントしてもらったやつだと思うんですけど、逆にプレゼントすることとかもあるんですか。でも結構プレゼントってものっていうよりかは、なんかその時の、はい、飲み代全部出すみたいなのが結構多いですね。あ、まあ、でもとはいえ最近で言うと従業員とかには、はい、ちゃんと形として残るように、うんうん、メガネの従業員がいるんですけど、はい、コンタクトレンズプレゼントしたりとかなんかないプレゼントもらうと人って覚えてると思うんで、うんうん、とか、まあ、実家青森の出身の子とかやったら、はい、実家帰省したいっていうので、まあ、親の顔見たいっていうので交通費全部出してあげたりとか、おなんかその辺は全然物にとらわれずプレゼントはしてるかなっていう感じですね。まずこれ財布ですね。バレンシアガの財布で、はい、約3年前の誕生日に先輩からプレゼントでいただいたっていう感じですね。結構小さいですね。三つ折りぐらいですもんね。そうですね。でこれ もうカードも最小限なんで、中身入ってんのも、で現金もほぼ持ちたくない人なんで、はい、たまにタクシーとかで現金しか対応してない時の用の金額しか入ってないんで、だからめちゃめちゃ便利ですしいいですね。じゃあもう出かける時もうそれだけ持ってとかっていうのも結構あるんですか。そうですね、まあ、でもちょっとたまに移したりとか、マネークリップとかでに移しても出かけたりとか、まあ、ちょっとその日の服装とかで、やっぱこれポケットに入れちゃうと出っ張るんで、厚みが、あ、そうですね、そういう時は臨機応変にやってるっていう感じですね。パソコンですね。はい、まあ、基本仕事はパソコンでやるんで、まあ、LINE とかももちろん使えますし、パソコンはもう常に入ってるっていう感じで、どこ行くのも持って行ってるっていう感じですね。もう生で入れてるんですか。そうですね、生で。なんか最初ケースでやってたんですけど、はい、なんかもうそれすらもう鬱陶しくなってきて、なんか頻度多いんで、はいはいはい、そんな乱暴に扱うもんじゃないんで、で別にそんななんか鋭利なもん入ってるわけじゃないんで、はいはい、なんかもうそのまま生でずっと持ってますね。ステッカーも本当その時もらったやつとか、はい、まあ、会社で作ってるやつとか、うん、サウナ好きなんで、はい、サウナ行った時もその時ステッカーいただいたんで。サウナ結構行かれるんですか。サウナはそうですね、週2では行ってますね。ちゃんとコンスタントに行かれてるんですか。コンスタントにですね、まあ、ちょっとやっぱ飲食やってるんで、はい、なんか接待とかも多かったりするんで、うんうん、
なんか結構飲むことも多くて、うん、そういう時の二日酔いとかを汗で抜くためにもですし、なんか普通に考え事したい時とかは結構ルーティーンで日曜日の夜はサウナっていうのは決めてて、ここにセットするっていうので、であとこれパソコンの充電器と携帯の充電器ですね、はい、結構かさばりますけど、はい、やっぱカフェとかで長時間作業する時とかだったら、もう普通に家で満タンにしてっても持たないんで、ケースも排除するぐらいやったらめっちゃ邪魔そうですよね。それめっちゃ邪魔っすねだからできるだけ家で 100% にして出るのは出るんですけど、基本というか必ずこの2点は入ってます。であと本ですね、はい、リーダーの仮面と目標管理の教科書っていう本で、はい、入ってます。いつも2冊ぐらい入ってるんですか？そうですね、なんか飽き性なんで、はい、なんか気分によって読む方を変えたりとか、 あと本を選ぶ理由は、まあ、その時の会社の状況とか、なんか自分の悩みとかが、言語化が得意じゃないんで、こういうのを見ると、あ、なんか、あ、そういうことかっていうので言語化されることがあるんで、もう昔からずっと読まれてるんですか、本って？いや、本は正直ジャンプしか読んでなくて、あれが一番テンション上がるんで。あ、それ結局そうですね。そうですなんですけど、はい、やっぱそうはいかないんで具体性はないんで、彼がずっと夢を語ってるだけなんで、はい、だからそういう時はこういうのを読んで、はい、ちゃんと。でも昔から本は読まないですね。むしろ国語苦手だったんで、はいはい、小説とかはあんまり読めないですし、あんまり言葉は得意じゃないんで、こういうので、うん、勉強するようにしてるっていう感じです。無理にでも読んでるっていう感じですね。でこれノートですね。はい、結構、ね、年季入ってるというか年季というかボロボロなんですねでもほんまにすぐなくなるんで、もうコンビニとかですぐ買えるときにもう買っといてそれ使ってるっていう感じですね、はい、特にこれのこだわりはないっていう。パソコンで作業しますけど、はい、こうなんか対話してるときとかはちゃんとすり合わせるように図式化したりとか、うん、なんかリテラシーって言ったら失礼ですけど、はい、専門知識とか話すときとかって、うん、なんか結構意識して図式化して話すようにしてますね。対面のときとかは一緒に書いて、こうやこうやって言いながらやることが多いんで、結構ノートは常に入ってますね。あとワックスですね、はい、結構普段気分によってなんかジェルとかワックスとか使い分けるんですけど、なんか基本的にちょっと直したいなとかって時の便利なんで、基本1個は入ってるっていう感じですね。それはいつ頃から使われてるんですか？あ、そうなんです。僕こだわりなくて、はい、だからその東京行った時に相、はい、席ラウンジで会った女の子が美容師頑張ってたんで、はい、その美容師行くわって言って、はい、僕大阪で3日前に髪切ったんですけど、はい、そこでその子がおすすめしてきたやつです、ね、3日前に大阪で切ったけど、はい、東京の相席ラウンジで会った美容師の子のところに次の日行って髪切ったっていう、はい、でその時にこれいいよって言われたんで、はい、もうその断る理由はないんで頑張ってるんで買ったやつです。すごいっすね。3本ぐらい買ってます。絶対にそんないらんすもんね、はい、カバン自体がめっちゃこうポケットとかもいっぱいあったんで、なんか結構いろいろ入れられてるんかなと思ったら結構シンプルというか。そうですね、基本日本にいたら、はい、米あれば何でもするじゃないですか最終あればはい、はい、とか、 なんかそう思っちゃうと、はい、別に持たなくていいやって思っちゃうんで、だからまあ本当最低限の仕事ができたらいいなっていうものしか基本的には入ってないですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、もうちょっとでサウナの準備できると思うんで、その時になったらまたインタビューとかもさせていただけたらなと思います、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい。サウナどうですか？いや、最高です。あ、寝れるサウナあんまりないんで、そうですね。でまあね、個室なんで清潔感もありますし、寝れるっちゃ寝れるんですけど、そこは僕はよくサウナ行くんで、なんかめっちゃいい点やなっていうのは思いました。ありがとうございます。経営者になろうと思ったきっかけとかって何かあるんですか？きっかけは、まあ、僕ずっと小学校からサッカーやってたんですけど、はい、最後の選手権でキャプテンやったんですけど、はい、1試合も出れなくて、はい、でまあ顧問との衝突とかもあったりして、うん、まあ、なんでそこが、きっかけになってて、まあ、誰でも頑張ってるつもりだったんですけど、はい、それが反映されないことが自分の中で嫌で、だからその時に、まあ、誰かの下で何かをやるってことはちゃんと自分の思いとかが形にならないんだなって思っ
って、その時に社長になろうと思いました、ね、うん、いやそこからはもういずれ社長になろうって思って行動してきたっていう。そうですね、なんか具体的になんかこうやってたわけじゃなくて、なんかまあとりあえず人にはめちゃくちゃ合ってて、でその中で飲食っていう中のバーっていう業態に巡り合えて、まあ最初バイトやってたんですけど、でそこから学生バーやったりして、でやっぱ楽しいなってなって、まあ、人と人をつなぐのがすごい好きだったんで、で僕自身もいろんな人の話聞くことでこう自分が自分の人生形成されてきたなって思うタイプなんで、それを体現したいなってなって飲食で独立っていう形になったっていう感じですね。なんか店舗むっちゃ出されてるじゃないですか、結構ハイスピードで、これはなんかどういった思いで出されてるんですか？ベースやりたい人がいたらやらせてあげるっていうのをやってるのと、はい、まあ単純にこうここでこれやったら当たるなとか、まあでもそんなになんか明確に何年後何店舗とかっていうわけじゃなくて、あなんかこれ面白そうとか、ここでこういうことしたらこう、まあ、幸せな人じゃないですけどが増えるなとか、楽しい絵が描けたらやっていくっていう感じなん で、うん、でまあ、単純に自分自身がやっぱ好奇心旺盛なんで、はい、いろんなことをいろんな業態やってみたいなっていうのを思うんで、常にそこはもうアンテナ張って新しいこととか、まあ、新しい業態はやるようには意識してますね、うん、じゃあもう聞くの話、もうやりたいっていう人とおもろいことがあればもう何もでもやりますっていう。そうですね、なんか僕自身もサラリーマンの時ずっとやりたいって思いはありましたけど、なかなかきっかけつかめずにいたんで、うん、なんかそういうことをなんかやらせてあげれるようなその経営者になりたいなっていうのはずっと思ってるんで、うん、やっぱりそこはそういうふうにやってもらいたいなと思ってるところですね。休みの日とかって何して過ごされること多いですか？まあ、人といるですかね、うん、飲んでんすかね、多分。で、まあ、やっぱ仕事につながるんで、うん、なんかまあ普通に直結でお客さん来てくれることもありますけど、はい、なんかやっぱ経営者の人とかやったら、まあ、なんか今で言うと不動産会社さんとかつながってると新規出店の時とか、はい、物件の情報をくれたりとか、うん、なんか結構飲みの席がやっぱ仕事になんやかんや来てんなみたいな、うん、はあるんで飲みに行くこと多いですね、うん、結構ご飯とか行かれることも多いですよね。外食めっちゃ多いっす。このお店はもうめっちゃおすすめやなみたいなお店とかってありますか？三宮なんですけど、はい、三宮の長助っていうお寿司屋さんは、はいはい、ずっと予約取らせてもらってるんですけど、おマジで美味しいっす。まあ、魚の概念変わりますね。あ、もうそんなやばいですか？そうっす。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に皆さんお伺いしてるんですけど、あなたにとってかっこいいことは？進み続けられる人です。ありがとうございます。